サンジョベーゼ・サンジョベーゼは、イタリアのトスカーナ州を中心に作られている赤ワイン用ブドウ品種である。現在、イタリアで最もポピュラーなブドウ品種であるばかりでなく、南北アメリカ大陸でも栽培され、イタリア起源のブドウ品種の中では、唯一国際的な品種になっている。ラテン語、サンアスとラテン語、ジョブスの合成語とされており、ブドウ液が非常に濃い。 鮮やかな赤色をしていることによるという。トスカーナ地方では16世紀頃から栽培されていると見られている。最近の DNA 鑑定により、この品種の先祖はチリエジョーロとカラブレーゼモンテヌオボではないかとされている。遺伝的に不安定で枝変わりが出やすい。同じトスカーナ州のシエーナ付近で作られているブルネロ州やアブルッツ州で唯一、 赤ワインの DOC に指定されているモンテプルジアの種ダネもこの品種の枝代わり、または別名とみなされている。若いワインはブルーベリーやバイオレットのようなフローラル系の香りを持ち、非常に濃いルビー色で酸味、渋みが強く刺激性の味わいがある。十分に熟成したものは、よく熟したプラムやプルーンなどの香りを持つ、コクのあるワインになる。 B のノビーレディ・モンテプルチアーノこの品種が単独で用いられている高級ワインでは、トスカーナの DOCG ワイン、ブルネロディ・モンタルチーノと B のノビーレディ、モンテプルチアーノがある。トスカーナで最もポピュラーなキアンディもこれを主体に作られているほか、最近話題に上ることの多い、スーパートスカーナもこれを中心に作られるものが多い。イグッドクラスでは、 この品種名を名乗るセパージュワインがかなり出ている。ありがとうございます。